キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、3分の1、終わりました、前回までで。続いてじゃあ5球段目。セーパーセーパーで、ん違う、パセパセで来たんで、はい、今日はパです。パ、はい、ということで、ね、球団歌を袴田さんが歌って正解をお伝えします。どうぞ。え、球団歌だって言ってるじゃん、球場も行ったでしょ、はい、スポナビかなんかで、はい、球場施設紹介行ったでしょ、はい、はい、それと今ね、パってね、出てこない、ちょっと待って。セブライオンズかっ飛ばせライオンズ。あてまあまあ、途中から合ってきた。合ってました。いや、なんだけど、そこしか出てこなくて今出てきましたよ。出てきた、出てきた、はい、よかった。俺も、最初くらいから行くかと思ったら。え、最初なんでしたっけ。え、俺もさっきまで覚えてないのに。何するんですか。もうえよライオン、あ、そうそうそう、かっ飛ばせライオン、燃えようか、セブライオンじゃないか、そう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 、あの、セブライオンの子も、もう先は、合ってる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 、もうこういう即興してくるからな、もう。で、セーブですね、今日は。今日はね、はい、セーブです。はい、最初どんなやったっけな、ちょっと気になりますよね。なんでしたっけ、応援、あの、球団か、あ、吠える、あ、これだ。僕らは待っている、輝きの瞬間、熱く燃える手で勝利をつかめ、腕を走れよ、戦いはこれから、吠えろライオン、吠えろだった、かっ飛ばせライオン、吠えろライオン、セイブライオンズですね、うん、はい、そうそうそう、それだったわ、はい。全部歌いましたね、うん、これです、はい、はい、燃えろだ、燃えろライオンズだ、うん、燃えろじゃなかった、燃えろなかったっけ、お、燃えろあるよ、ある、燃えろライオン、突っ走れライオン、燃えろライオン、埼玉セブライオン、埼玉ついてるの、はい、あの最後ゆっくりと埼玉セブライオンズのとこですね、うん、これ何分いっちゃうんですか、このはい、ということでセーブです。そうそう、セーブね、はい、セーブはね、今年、まあ、森が怪我したっていうところでね、はい、なかなかちょっと打撃陣振るわなかったっていうところはあるけども、なんと投手の防御率が今すこぶるいいっていうところでね、はい、セーブは今日現在ね、チーム防御率が 2.53 とパリーグ1位でございます、はい。でもちょっとエラー数が43と多い、まあ、これ現代結果していないっていうね、うん、ところもね、今滝沢頑張ってるけどね、はい、あと山川もね、ちょっと中抜けしたけども、山川打てば勝つっていうね、いい、まあ、昨日で神話はストップしちゃったんだけども、はい、うん、まあね、今4位っていうところで、はい、まあ、頑張ってるところではあります。そうです、防御率その1位なんだ。そうで、隅田佐藤っていうね、はい、まあ、隅田も若干今ね、いいピッチングしても勝てないっていうところもあったりしてね、ちょっと連敗中っていうところもあるけども、はい、でリリーフはね、まあ、タイロン増田がしっかり頑張ってるっていうところでね、でエンス、新外国人投手も、オグレディ野手もね、はい、いい子たちで、若林が復帰してきて、はい、もういいニュースばっかりで、うん、若干ね、中村がちょっと疲れて今抹消されるのかな、はい、なんかで、いろいろあるけども、うん、まあ、西武のね、はい、トレードに出してあげた方がいい選手はね、はい、こちらです、はい、トレードに出した方がいい選手、佐野康雄投手、29歳、はい、8年目、左です、佐野投手、はい、うん、まあ、今年もちょろっと一軍に上がってたんだけども、はい、まあ、今リリーフでいうと左は佐々木健、はい、が入ってきてるっていうところと、うん、あと竹熊とかもね、はい、まあ、今一軍にはいないけど、うん、いたりっていうところで、まあ、今年ちょっと一軍でもね上がってきてたんだけども、うん、まあ、全体的にはちょっと順番がもう上位の方にいないんじゃないのかなっていうところでね、うん、今2軍では 3.38 と防御率、8試合登板2勝1敗、まあまあいい形でリーフもね、はい、できてるんで、ここは思い切って佐野どうやって、うん、はい、あの、ちなみにあと佐々木健二の武投手ですね、とも、うん、読むね、いや、とも読むじゃなくて本名佐々木武ですから、ね、本名佐々木健じゃなかった、健で書くんですけど、あれ健だったかなと思って佐々木健です。投手ですね。はい。はい、ね。で、まあ、佐野選手ですね。うん、はい、まあ、まだ左のリリーフで多分欲しいところもあると思うのよ。うん、はい、で、そういった意味では、まあ、順番的に、しかも今ね、先発もリリーフも、まあ、こう西武安定してるっていうところでね、はい、まあ、年齢も、今年、だから早生まれなんでね、はい、あの、
今年度では29歳になるっていうところで、うん、まあ今まだワンチャンあると思うんで、はい、そういった意味ではまあこのね出せるうちに出していい選手を取ってくるっていうのもね、うん、一つの手だと思うんで、はい、佐野選手なんかはね今非常にいい形でできてるんで、はい、トレード俺は面白いんじゃないのかなっていうね、左っていう部分でもいや左はやっぱ需要多いからね、うん、そうですよね、うん、でしかもまだ今ね左もいなかったけど、まあ、隅田佐藤先発にいて、はい、で今はね佐々木が、はい、あのリリーフに入ってきて、はい、まあ、宇都宮とかがね左ですね、谷間に投げたりとか、うん、あと浜谷っていうところも左でいるし、はい、竹熊とか ね、はい、あとまあ雲、うん、まあ、左で言えば ね、うん、でもいるけども、はい、まあ、佐野が今ね、うん、一番売り出し中かな、はい、2軍では、うんうん、これはいい形かなと、はい、続いて第2回選択希望選手鈴木翔平、いるって西武に、はい、もうってどういうこと、早くないですか、早いとかあるの、早いとかじゃなくて、だってまだ若いし結構一軍でも毎年、うん、今年も序盤すごい活躍してましたし、うん、まだチームのそのなんか構想外れるとかじゃない気がするんだけどな、だからよ、だからいいのよ、あ、だからいいんですか、構想外れてる選手はもういらないでしょ、あ、まあそうか、だからいいの、はい、今24歳、あれ俺と一緒の誕生日じゃん、5月20日、そうですそうです、はい、24歳、うん、佐藤さんが誕生日ですって言った時に本人もインスタで誕生日ですって言ってました、言ってた、はい、6年目、はい、ね、うん、どうトレード、俺はいい選手だと思う、いや、すごいいい選手ですよ、でしょ、今年ももうあわやランニングホームランみたいな当たりもあったりとか、こけてたけどな、こけてちゃった、はい、どうよくないトレード、いや、私は、まあ、活躍してくれるのが一番嬉しいです、うん、でも西武でもまだ活躍できるって私はすごくね思ってますけれども、佐藤さん的には違うところの方が いきそうだ、西武もね、うん、まあ、オグレディレフト、はい、多分まだ来年も再来年も多分いるでしょう、はい、よっぽどのことがない限り、はい、で若林が怪我からそうなんですよ復帰してきました、はい、はい、うん、で、うん、外崎がなんと外野守ってます、はい、最近、はい、でセカンドにウネンティ出たりとか、うん、はい、であとアイトがセンター、はい、ライトから入ってますと、はい、で、熊代、岸、川越、栗山と外野がいますと、いるなー、いるなー、いるなってなってくるとですね、そうか、もう6年目か、もう6年も経つのか、うん、はい、ちょっと順番が下がってきてますね、そうですね、しかもこうあれね、年代がみんな一緒なんですよね、そうそうなのよ、同じような年代で今鈴木翔平選手が24歳で、若林選手も24歳で、愛斗、うん、選手も25歳とか、うん、競争が激しいですね、うん、そう、うん、ってなった時によ、はい、じゃ鈴木翔平いるよって言うんだったら、はい、高木渡る、あ、同年代です、同年代ですね高木選手が、あ、23歳一つ下か、うん、なんかこう若い外野多いですね、こういう、そうそう、まあ、そういるからね、で高木渡も今2軍で2割9分8厘と、はい、あのでホームラン4本と、うん、いい形で活躍してるんでね、はい、でしかもキャラ被るじゃん、高木と鈴木翔平左で、うん、ってなった時に、うん、まあ、どっちかは俺は出してもいいんちゃうかと思う、今いいからこそね、そっか、まあ、まだまだ欲しいっていう、俺じゃあそうしたらいいの取れるじゃん、うん、はい、成立しないかも分かんないけど、はい、やっぱいいの取れるから、ね、いいの取るにはいい選手出さなきゃいけないから、はい、でもその中でかぶっててキャラがかぶってて一軍もここあって、うん、いやちょっとまあもちろん将来的にね、はい、あと3年後ぐらいにというのもあるけども、どうと今のうちにどうかと、うん、でいい選手取って優勝目指せって言って、はい、しかもこの2人はね、うん、まだまだ頑張れるし、はい、まあ、もちろんね、うん、あのトレードなんか出さないと思うけども、はい、あのこの動画にはもう一つの役割があって、はい、いいんだから一軍で使いなさいよっていう表に名前を出すっていう、そうそう、あの各球団にプレッシャーを与えるっていうね、はい、いい選手一軍で使いなさいよっていうね、うんうん、みんな二軍のこととか言わないじゃん、そうです、ね、メディアでもテレビラジオ新聞とかでも二軍で最近どうかとかもやっぱ見ない、ね、うん、そう、好きな人とかそのチームの人たちは見てるけど、うん、はい、じゃあ他球団の二軍の選手とか知らないじゃん、わかんない、で落ちたら最後、うん、一軍上がってこなかったら、うん、もう名前も聞かないし何やってるかも知らないみたいな感じになると、で、メディアは追わないでしょ、うん、ってなったらその選手がクローズアップされることもないし、うん、シーンでいなくなってるけど頑張ってる選手たちがいっぱいいるから、うん、じゃあ使いなさいよっていう役割もあるんだよ、そうですね、あ、あの鈴木翔平選手は昨日、うん、
4本中3本4打数3安打、うん、で高木選手も3打数1安打で2人とも2割後半打ってますね、うん、4本中3本ヒット打ってますっていう人いないですよ。今言おうとしたでしょ、はい言い方変えました4打数3安打でだからね、いいのよ、はい、佐野も鈴木翔平も鈴木高木渡るもね、はい、でも使わないんだったら、うん、ね、トレード俺は面白いんちゃうかと、うん、もしいるんだったら、うん、使いなさいよっていうね、使ってほしいけど使わないんだったらそう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 、といい選手だからっていうことですね。でもそう考えるとね、ラウンズもやっぱりこのね、うん、若手の台頭もしてきてるしね、はい、そのいい、その若い年代で頑張ってる選手が多いっていうことは、うん、切磋琢磨して層が厚くなるっていうところもあるから、はい、そういった面では楽しみが多いなっていうところとね、うん、でもこうあぶれてきちゃうんでね、はい、活性化に向けてどうですかっていうね、うん、そうですね、あとは使いなさいよっていうね、はい、使ってくださいということで、はい、それでは最後に西武の応援歌を聞きながらお別れしましょう。え、どうぞ。ほえろライオンズ、かっ飛ばせライオンズ、またねー。